はどの曲にしましょう。やるか。おい。なあ。糸倉、やるじゃん。糸倉さん、
もしもし。はい、すいません。八神さん、はい、ああ。ええ。
はあ。今日はどの曲にしましょう。衣装を選んでください。振り付けはどうしますか？衣装、今日はどの曲にしましょう。さあ、行こうか。さやか。うん。ん？みんな。あ、お、八神さん、
どの曲にしようかな。衣装は振り付けはどうする。衣装はどの曲、衣装はどれにしよう。どの曲にしようかな。行こうか。お客はかぼちゃ、お客はかぼちゃ。明るく元気に楽しく、せーの、ホップステップラバフル。あよし。よっしゃ。矢上さん、見ててくれましたか？you
お、矢神だ。まあね。天沢。実は。ん？なんだって？なあ。あのさ、あ、天沢。糸倉。八神さん。ああ。
はどの曲にしましょう。衣装を選、振り付けは衣装を選んでください。よし。振り付けはどうしますか。衣装は今日はどの曲にしましょう。よし、やるか。どの曲にしましょう。
沢先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。失礼。矢上さん、彼らは神奈川県警です。三越馬君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を？ええ、しかし何が起きてるんですか？あなたも三越馬君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越馬君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越馬博。無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が、矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越馬は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも
承知しているようだった。八神さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今、警察が来ていろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは御子柴君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ、でもほら、ここじゃなんですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？御子柴くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が御子柴君を殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは御子柴くんが殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは御子柴くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。あの、何か。御子柴くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありません？え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えている江原明弘です。当時御子柴くんはその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさか。あんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは御子柴ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を御子柴だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃああの江原さんが御子柴君を殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンドテイクでいきません？
え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越場くんはいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。以前と三越場への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった高田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎君です。え？江原の息子だなんて、そんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎君です。そうですね。すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。もしもし。あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズーリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ、たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい？酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか引き込むんじゃねえだろうな。おい、タモ。お、はあ、え、あのさ、あのさ、
それって。はい、ですが、なんだって。へえ。ところで、八神さん。いや。実は、え？なあ、はい、なるほど。まあな。ええ、真の名探偵ならば。天沢、お願いします。ですが、察するに。天沢。